はい、どうもさん、こんにちは。TI クランのプライスと申します。さ、シーズン13ですね。昨日、環境が激変するんじゃないかっていう動画を上げました。で、今回のシーズン13では、301とかですね、あとランページが、クラフト武器化になるっていう風な話題っていうのを動画にしました。またですね、その他にもレジェンドの調整が運営から示唆されております。で、今回の動画ではですね、こちら、ケアパケ武器の流動に関してを動画にしていきます。で、今回ですね、なんと、とある武器っていうのが、ケアパケ行きほぼ確定してしまったらしくて、これがですね、またエイペックス界隈が大荒れする原因の一端を担ってしまっております。で、今回はですね、どの武器がケアパケから帰ってきて、どの武器がケアパケに行くのか、そして、その情報を出した人は果たして信頼ができるのか、そして、これが信頼できたとして、ユーザーからはどんな意見が出ているのか、についてはね、まあ、この情報にまつわるね、様々な詳しい話題を動画にてお伝えしていこうと思います。ではまず前から話していきましょう。で、今回のシーズン13のみならず、シーズンの切り替わりでは、ケアパケ武器が通常武器と流動します。で、これは開発者がより新しく新鮮な体験をシーズンごとにもたらすために行っているっていう風に以前発言していたんですけども、しかし、時々ユーザーが想像もしなかった武器がケアパケ行きとなり、これが反発されることも多々ありました。で、シーズン13では事前に噂されていたのが、スピットファイアの通常武器化でありまして、これを待望していたユーザーも多いことだと思います。しかし、こうなると同時に、ケアパケに一つ枠が空いてしまうため、その枠を埋めるために、今回通常武器からケアパケ武器に移行する武器は、必然的に一つ出てきます。で、今回は、このケアパケ武器のローテーション、そしてユーザー間では、これに対してどのような意見が出ているのか、についてを詳しく解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました。シーズン13のケアパケ武器のローテーションについて、ということで、今回はこちらに関するね、詳しい話題をお送りしていきます。では、まず1つ目、このケアパケ武器のね、流動から話していきましょう。で、現在、ケアパケ武器として、通常ドロップしない武器は4つありまして、スピファ、クレーバー、ボルト、G7 であるんですよ。で、この中でも、スピットファイアやボルトは長らくユーザーから愛用されていた武器でもあるため、これらの武器がいつ帰還するかっていうのは、かなり注目されていたポイントであります。で、この中で、先ほども説明したように、スピットファイアはトレーラーにも映っていたように、通常武器となる可能性が高くて、また、数多くのデータマイナーも、今回スピットファイアがケアパケから帰還することを予告しているため、おそらく今回、スピットファイアが通常武器化する可能性は、かなり高いと思われます。でね、もしこのスピットファイアの通常武器化、これね、結構嬉しいって方いましたらね、ぜひともね、コメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。で、これね、スピファがケアパケから戻ってくる場合、ケアパケに行く武器として、これまで考えられてきたのは、ヘビー武器、もしくは LMG であるんですよ。で、これまでケアパケが流動する際は、同じような武器の種類がケアパケ武器で交換される傾向がありまして、で、スピファが帰ってくるとなれば、ランページ、もしくはリボがケアパケ行きになるのではないかと考えられてきました。しかし、今回ランページがクラフト武器となってしまったので、じゃあこれさすがにリボがケアパケに行くんじゃないか、もしくはめちゃくちゃ行ってほしいっていう風な意見っていうのが、このエイペックス界隈から出ていました。で、ただですね、今回、海外のデータマイナーである絵面氏が衝撃的なスクショを投稿しまして、これが国内海外で大きな話題となっています。で、これを実際に見ていきましょう。はい、で、こちらが実際のスクショなんですけども、まあ、こんな感じですね。マスティフがケアパッケージ武器として置き換わっていることがここでわかります。で、正直言うとですね、ここのですね、赤い部分に関しては、ぶっちゃけコラ画像を作ろうと思えば、いくらでも作れるんですよ。ただ、今回ですね、これの信憑性が増しているのは、なぜかって言いますと、この後ろですね、このマスティフがケアパッケージのラックにかかっているのが、これですね、3D モデルとしてもここに存在しているんですね。だから、ここからですね、ただこれのコラ画像を作るのは簡単なんですけども、しかしここにもですね、このマスティフのモデルがですね、武器ラックにかかっていることから、今回こちらがケアパッケージ武器として行く可能性が非常に高いというふうに言われているゆえんであるんですね。だからまあこんな感じで、マスティフが今回ですね、ケアパッケージ武器に行くことが、ほぼですね、こちらで確定してしまいました。で、まあ、このようにですね、マスティフがなんと、今回、ケアパケに行く可能性が浮上しまして、また、この絵面氏は、このスクショを投稿する以前に、マスティフがケアパケ化、スピファが通常武器化となることを明言していました。で、実際こうなると気になるのは、この人の信憑性なんですけども、この絵面氏は、今年の4月から突如として現れておりまして、で、当時、海外のストリーマーも、彼が発信することに対して、疑心暗鬼の目で当時見ていたんですよ。
しかし現在では彼の出す情報はある程度の証拠が存在しておりまして、また実際に過去にも今後のシーズンで到来するコンテンツを的中させた実績があります。そのため現在では同じく APEX の情報を取り扱う海外 YouTuber からも信頼を置かれているため、今回の情報もある程度信憑性があるものだと考えられます。でまたですね、マスティフは以前のシーズン0からヘアパケ武器として存在しておりまして、当時は一発の胴体ダメージが144、そしてヘッドショットなどを含めた最大ダメージは288という驚異的な性能を持っていたんですよ。これね、当時本当にヘッドショットを入れればですね、現在の赤アーマーだとしても一発で倒すことができました。ただ弾数はクレーバーとほぼ同じでありまして、マガジンの最大数は4発、そして連射速度は現在の比ではないくらい遅いと、ケアパケ武器ではあった時代はかなり現在のマスティフと異なっていました。そのため今回これがケアパケ武器となった際にどのような調整がされるのか非常に注目すべき点ではあります。で、こうなるとですね、当然気になるのはユーザー間での反応なんですけども、少なくとも先日の R3U1 のクラフト武器でフラストレーションが溜まっている状態での今回の発表だったため、今回のマスティフのケアパック化もかなり荒れております。で今回はこのユーザー間で紛失している意見についても同時にね紹介していこうと思います。でね、もし皆さんですね、今回のマスティフこれ結構ねケアパケ武器としていくのは悲しいとかね、そういった意見何かありましたらコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。では次に2つ目、このユーザー間で紛失している意見についてもね話していきましょう。で今回もですね、様々な意見がユーザー間で出ておりまして、この中でも特にですね的を射ている意見を、紹介していこうと思います。ではまずユーザー1人目です。それぞれのショットガンに派閥ができるほど現環境は整っていたので、これに手こ入れする理由がわからない。でこちらのユーザーの意見がですね、現在例えばエバーチを使う派閥あたりと、ピースキーパーが好きな派閥、またマスティフが好きな派閥といった感じで、それぞれのショットガンがいい感じに、ね、派閥ごとに分かれておりまして、これによってですね、現環境のショットガンのこのねバランスっていうのは整っているっていう風に言われておりました。しかしここで急にマスティフがケアパケ武器として行ってしまうので、だからね、今回これによってこのショットガンのですねバランスが崩れてしまうんじゃないかっていう風な懸念をですね持つ人っていうのも、たくさんいました。だから次にユーザー2人目です。運営 APEX やったことないんですか、これめちゃくちゃ多かったです。っていうのもですね、これ現在までの調整でですね、例えば 3-on-1 をクラフト武器に生かしたりとか、またマスティフを確定はしていないんですけども、ケアパッケージ武器に生かしたりとか、そういった様々な調整がユーザーのこの意向に沿っていないっていう風に現在思われています。だこれによってですね、運営はエアプなんじゃないかっていう風に現在まで言われていました。で、正直ですね、運営の人 APEX やっているかいないかで言えばめちゃくちゃやっております。で開発者の中にもですね、ランクマッチをめちゃくちゃやってプレータータッチをした人とか、そういった結構 APEX をやり込んでいる人たちっていうのもたくさんいます。だからやっていないことはないんですけども、おそらくやっていて、でなおかつそのプラスで開発者っていう2つの立場の目線から見て、今回こうした調整が行われていたものと思われます。ただですね、正直ぶっちゃけマスティフをケアパケに行かせてしまうとですね、結構多くのユーザーから反感を買うことは今回のように目に見えておりますので、だからね、今回これが果たしてどのような意味を持ってマスティフをねケアパケ武器に生かせたのかっていうのは正直気になるところではあります。はい、では次にユーザー3人目です。少なくともマスティフ以外はまともに当たらないので、今からピーキーの練習しなきゃっていう風に言ってる人もたくさんいました。で、ピーキーぶっちゃけ僕もそうなんですけども、ピーキーが当たらない日はマスティフを使って、でマスティフが当たらない日はピーキーを使うっていう風な、そういった自分なりのローテーションっていうのを組んでいたんですよ。だからそうローテーションができなくなってしまう、もしくはですねマスティフをめちゃくちゃ愛用していたのに今後なくなってしまうってなると、必然的にですねピーキーかエバーチを使わなきゃいけなくなるんですよ。だから、こうした点においてですね、今回こちらマスティフがケアパケ武器に行ってしまうのは悲しいっていう風な意見を持っている人もいました。はい、でね、もし皆様なりの、今回のケアパケ武器行きに関して、これらの意見を参考にして、これは確かにこうだとか、自分もこう思うとかね、そういった意見何かございましたらコメント欄にお書きのほどよろしくお願いいたします。といった感じで今回の動画は以上となります。もしかしたらですね、参考になった、またはマスティフケアパケ武器悲しいと思った方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプレイズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。